日本サッカー界のレジェンド金田信俊さんをゲストに、世界各国の育成機関を巡ってきたサッカーコンサルタント河野健一と、日本サッカーの強化に尽力するサポーター代表元谷医師がジュニア年代育成を徹底討論。さて、世界で勝つためのジュニア年代に必要な、育成システムの改革っていうのもこれからたくさん考えていかなければいけない部分あると思うんですけど、河野さんはまずプレミアリーグ U11 というのを立ち上げて、今大きな大会になってますよね、はい、ちょうど9年前に立ち上げたんですけども、1ピリオド15分で3ピリオドで必ず1人は1ピリオド以上出なきゃいけないというルールのプレミアリーグ U11 っていうのを小学校5年生年代で関東から始めて、それがどんどん広がって、9年経った今36都道府県で1万人がプレーする、今日本最大のリーグ戦に育ってます。必ず全員が15分以上は試合に出なければいけないっていうことですね、そうです、はい、こうやってリーグ戦化してもらうと、その趣旨が継続的に行われて、救われる子どもたちが増えるっていうところに、つながってるので、本当にいい試みをスタートしてくれたなっていうふうにやっぱ思いますね、指導者のやり方でうまく全員出すことくらい僕できるんじゃないかと思うんですけど、そんなことないんですか？勝つためにはやっぱりちょっとでもレベル落ちる選手よりもやっぱりレギュラーばっかり使ってるっていうのは、だから僕は逆に指導者も被害者っていうか、指導者もかわいそうだと思うんですよ、その仕組みの中でやんなきゃいけないんで、結局勝たないと次の年にいい選手が入ってこないっていう、そういう脅迫観念でみんなやってるんですよ。サッカーだけじゃなくてあらゆる競技そうですね。でもそうですレギュラー史上水準ってことは、そうですよね、だからそれはやっぱりトーナメントって全国大会ってやっちゃうと、その価値が高すぎちゃうから、どうしてもそうなっちゃうんですよね。やっぱりその技術のない人は遠く見ないから。そうです。なるほど。でもいろんな競技を経験した方が子供たちに見てもらうことが、サッカー IQ を高めるまず第一。僕も小学生を何年も継続して、同じ子たちを見ていくと、驚くくらいこの1年この子急に成長したなっていうことが本当にいるんですよ、子供はね。そういう意味ではやっぱり本当に出場機会をある程度全員に与えていくことって、特にジュニア年代は必要なんじゃないかと思うんですよね、だトレーニングマッチをいくらやってもダメで、やっぱり公式戦が大事なんですよ。ある程度緊張しながら、やっぱり選手がそこでやっぱり何ができて何ができないかを体感として確かめることが、やっぱりサッカー選手として成長していく、そこで足りないものを普段の練習で自分で感じて補っていくことが、やっぱり大事なサイクルだと思うんで、それをやっぱりできることが一番サッカー選手の正しい育ち方だと僕は思ってます。全員にやっぱり出場機会をしっかり与えるっていうのは、これは簡単なようで難しさもあって、ホームアンドアウェーの2回戦総当たりっていうことで、ホームの雰囲気とアウェーの雰囲気でも多分違うと思うんですよね、これをかなりこう演出するってすごく大変ですよね。そうですね。ただ残念ながら日本はやっぱグランド事情がそこまで整ってないんで、完全なホームアンドアウェーってなかなかできないんですよ。そうですね。セントラル開催でやらなきゃいけないこともたくさんあるし、地方都市になれば各チームに、例えば自分たちの小学校のグラウンドとかっていうホームがあると思うんですよ。ただこれが本当に東京になると難しくて、もう練習も各クラブ毎週転々としながらやってたりとか、でそのようやく見つけた練習場所もタータンって言って、土でもない芝でもないちょっと硬い、サッカーやるには危ないところです、正直。そういうところでやらなきゃいけないチームも山ほどあって、そう考えると東京って試合の開催自体が難しいんですよね。あ、そうですね。全てのカテゴリーで一番多いからね。そうなんですよね。例えばプレミアリーグ始めた9年前は、当初できるだけ子どもたちいい環境でさせてあげたいっていうのもちょっとあったんで、セントラル開催でもいいからそういうところでやらせてあげてたんですけど、だんだん進化してきて、どうなってくるかというと、 J クラブに勝つためにそういうところでいいグラウンドでやっちゃうと絶対強い方が勝っちゃうんで、今度ホームアンダーウェイ的な意味合いで、ホームの時は自分たちの小学校の土のグラウンドでボコボコのところでやりたいみたいなのがニーズがいっぱい出てきてそういうところに J クラブを呼んで、できるだけ勝つ確率を高めるってなってきたんですけど、それもむしろいいことだと僕は思って。面白いじゃないですか。そうです、だから逆に J クラブにとってもいいことなんですよ、環境の悪いところに行って試合をしなきゃいけないから、たくましくなる必要もあるし、いろんな環境に適応するっていう意味では僕はいいことと思ってるんですよ、そういうのも。河野さんよくおっしゃってますけど、ジュニア年代のサッカー人口を減らしていかないことというか、大人になっても続けていくことを
いかにこう文化として、根付かせていくかっていうところはやっぱり大事な部分ですよね。僕が作ってるデータがあるんですけど、全ての草サッカー選手の数をその国の人口で割ると日本は 3.85% って低い数字なんですね、うん、これは世界のサッカーの状態を表している数字だと思ってて、倍にしたらだから6を超えるわけで、うん、その時に初めて日本はベスト10に入る、うん、準備ができると思ってるし、あの子供だけの数で言えば世界の8位いるんですよ、日本のサッカー少年たちは。だからせっかく8位いるんだから、この子たちが辞めないでカナダさんのような一生サッカーをやる子供たちにできたら日本はベスト10入るんです。そういうことですよね。そういうことなんですよ、うん、もうすでに8位もいるんですよ日本のサッカー少年は、うん、だそれだけ逆に言うと辞めてしまう子供が多いっていうことですよね。そうです。公園でサッカーできないとかそういったことがやっぱりどんどん挫折になって、結果として競技者から離れて、はい、しかもその後戻ってこないっていう形になってますよね、はい、その原因は怒鳴ったり試合に出さないことですよ、うん、根底にあるのはサッカーが楽しいと思える環境をたくさん作って、子どもたちがそこに入ってそこから離れない仕組みっていうのは、結果的にそれがサッカー大国になっていくんじゃないかなっていうのは、ブラジルとかアルゼンチンとかスペインとかイタリアとかドイツとか、そういうの見ていくと、ワールドカップに過去ウルグアイも含めて優勝したチームっていうのは、プレーヤー以外の一般の方たちがサッカーから離れていかない。先ほど河野さんおっしゃってましたけど、そういうところがベスト10以内なのよ結局。そうあってほしいなと思いますね。そうですね、うん、やっぱりこの年代はサッカー楽しみながらサッカー IQ を高めていくっていうことも、まあもちろん自分たちから進んでそうなることも大事ですし、はい、子どもたちがサッカー IQ を伸ばしていくためのヒント、必要なことっていうのは、でもまあいろんな競技を経験した方が、はい、あの特にヨーロッパとかはいろんな競技経験した方多いですよね、はい、ですからそこの方がやっぱりアイデアが豊富だったりですとか、今まで使ってない筋肉を動かすっていうことも私すごく大事なんじゃないかなと思うんですよ、はい、幼少期においては。例えば休むっていうこともすごく大事だと思うんですけれども、はい、そこで大きく成長する時期ってあると思うんで、はい、ぜひそういったいろんなことをやっぱ経験してほしいなと。プレミアリーグとか試合見てる人っていうと、あの子は5割ぐらい手を挙げて、じゃあそれってフルマッチ見てるって言ったら、フルマッチ見てる子 10% もいないんですよ、はい、もうダイジェストしか見てない、うん、そういう子どもたちと話してると、サッカーっていうもの全体の捉え方がやっぱり違うなっていうか、まずはフルマッチをしっかり子どもたちに見てもらうことが、まあサッカー IQ を高めるまず第一ベースにあるんじゃないかなって僕はすごく感じてるんです。最近フルマッチやっぱり見ないとオフザボールの動き分かんないですね。あ、そうです、そうです。それってどうなんですか、やっぱサッカー IQ 上げるにはやっぱ絶対そのオフザボールの動き絶対必要なんですか。そうなんです、まさにサッカーってボールを持ち、1人のボールを持ってる時間やっぱり2分ぐらいなんで、98分間はボールがないわけですから、うん、実際には2分ぐらいしか1人の選手触れないので、それ以外は周りを見て認知実行判断ということをプロは繰り返しているので、そういうことを意識してプレーするだけでも刺激につながっていくので、うん、ただサッカーって結局何かしたら自由だから、うん、はい、自由だから余白がものすごいあるじゃないですか。自分が努力したらいくらでも向上できるんですよ。認知って僕らの頃は、子供の頃はそんな言語化なかったですし、それを知ってからの方がやっぱりプレーの選択肢が格段に広がったので、それがあるから年取ってもずっと楽しくてやってるのかもしれませんけれども、だから多分桑さんは基本的にその認知を生かすための最低限の止める蹴る運ぶができるから、まあうん、低レベルではありますが、単純な話、20メーターしか蹴れない人は20メーター先しか見てないから、はい、ゲーム中、はい、認知が大事だから、逆サイドフリーで35メーター30メーターのキックができる人が逆に言うと見るんで、うん、その技術のない人は遠く見ないから、はい、なるほど、いやそういうだから技術って大事なんですよって、そういうことなんです。そうですね、うん、逆に最近はそこまで見えるようになってもちょっと届く自信ないなと思ってやめることありますけどねキックのところで言うと、これは男子も女子も世界の中では割と日本のウィークだと思うんですけど、例えばロングシュート、サイドチェンジ、まあ25メーター以上のキックとかになると、どうしてもボールスピードが落ちたり精度が落ちたりっていうのは、例えば世界のトップトップに近づいていくことはできますかね。もちろんできると思うし、だから日本人って多分止まった状態では世界トップレベルで上手いです、はい、あの止まった状態でリフティングさせたりボール操作させるっていうのは上手いです。だけどそこにハイプレッシャーかかったりスピードが上がった状態でやっぱりボールをキックしたりシュートしたりとか
逆サイド蹴ったりとか、もうそこでいきなりやっぱり精度が落ちてくる。これはなぜかというと、やっぱり日頃の練習のインテンシティが低いからです。やっぱり普段の練習から、まあ、試合とできるだけ同じ環境で相手の激しいプレッシャーの中で普段から練習していかないと身につけられない。だからやっぱりヨーロッパとの日本の違いっていうのはやっぱり普段の練習環境が一番大きいと思います。カナダさん、最後にじゃあ子どもたちにこれからサッカーとどういうふうに付き合っていってほしいか、どう楽しんでほしいか、どう成長してほしいか。そのサッカーを指導する、サッカーのゲームをやる上でやっぱりグッドルーザーという精神、フェアプレーの根底の中には全ての力を出し切って相手に勝とうとする態度があるから値打ちがあるんだと。だけど勝とうとしたって敗者と勝者にこう分かれていくわけだよね。負けた時に相手を叩いて次のゲーム頑張ってくださいっていうのは非常に難しいと。だけど負けたからって下を向くんじゃなくて、次のゲームや次のトレーニングのために気持ちを切り替えて最高の準備をしていくっていうのが実は良き敗者の模範なわけよ。でそういう概念的なスポーツをやった時のスポーツの価値を高めるためにサッカーがそういう発信ができるんだよっていうのを僕がずっと発信し続け、自分が一番できなかったことやからね、はい、すごい大事やなと思って、まあ、今取り組んでるっていうところがあります、はい、アジアの中では次回ワールドカップアジア最終予選から見えた日本代表の進化を徹底討論。結果は出すけれども協調性がないやつピッチだけでは見られない、もう本当に黄金の価値があると思います。サッカー日本代表オフィシャルカレー、アパ社長カレーとアパ社長ご飯、各5つをセットにして毎月10人にプレゼントします。